こんにちは。今日は秋冬服のトップスを GU とユニクロで買ったので、秋冬服のトップス紹介と、良品週間中の無印良品で買ったもの紹介をしていきたいと思います。よかったら最後まで見ていてください。まずユニクロで買ったのがこの1枚を買いました。ユニクロ U のメランジタートルネックセーターの L サイズです。本当は M サイズが良かったけど L サイズしかなかったので L サイズにしました。値段は1290円プラス税です。でも値下げしてこの値段になってました。タートルネックのところが折って着るタイプのやつで、すごい可愛かったし、色もこの紺、私の好きな紺色ですごいいいなって思ったので買いました。じゃあ着てみようと思います。せーの、こんな感じです。丈は短めのデザインになってるから、こんな感じで立って手を上げたらちょっとここが見えるぐらいの丈感で、すごい可愛いって思います。このネックのところもなんか冬って感じでいいですねはい、こんな感じです。じゃあ次は GU のものを紹介したいと思います。4点買いました。まず1点目はこちら、ブルーのスウェット、モックネックシャツってやつ。これはメンズのなんですけど、すごい可愛かったから買いました。でサイズがこれも M が良かったけど、L しか残りがなかったので L を買いました。値段が990円プラス税です。色がもうすごいドタイプの色で、くすみブルー、最近ハマってるくすみブルーで一目惚れして買おうって思いました。で私はこの首のところが詰まってるデザインがすごい好きで、これはそう、首が詰まっててすごい可愛いなって思いました。じゃあ着てみます。せーの、はい、じゃん、こんな感じです。めっちゃ着やすい、着心地がいいですね。軽くて、これ裏毛ですごいあったかいと思います。冬とかもサイズも L でちょっと大きいかなと思ったけど、そうでもなくて大丈夫でした。丈感は立つと結構長めかな、でも多分インして着るから、インしたらこんな感じで、こんな感じですね。めっちゃ可愛くて、これは今年すごい着そうな予感がします次はじゃん、こちらのロンティーです。ここにポケットがついてる、めっちゃ分かりづらいけど、色はカーキみたいな色です。で名前がボーダークルーネックティー、これもメンズのです。でこれは M サイズがあったので M サイズにしました。こういうボーダーのロンティー持ってなくて欲しいなって思ってて、これがあったので即買いしました。でこれは値段がすごい安くて、元値が990円プラス税なんですけど、セールになってて590円プラス税でした。安すぎてびっくり。着てみます。はい、こんな感じです。すごいシンプルなデザインだから、服、いろんな服に合わせやすいんじゃないかなって思います。ちょっとインしてみます。インするとすごい可愛い。ポケットはまあ見えないんですけど、あんまりポケットがついてるとすごい一気になんか可愛い感じが出るのでいいと思いました。じゃあ次はこれ靴下です。これはただの黒の
ショートソックス ×3 590円。こういうなんかシンプルな靴下意外となかったから買いました。で最後がこちら、名前がポンチモックネックティ、これもメンズです。サイズは M サイズを買いました。じゃあ、で値段は1490円プラス税です。行ってみます。はい、こんな感じです。なんかシンプルなデザインですごい着やすそうだなって思って、でこれだけでも全然着ると思うし、例えばビステとかの下とかにも着れると思って、なんかと重ね着できやすそうだなと思って買いました。はい、で以上で GU で買ったものはおしまいです。あと服じゃないんですけど、ここのお店でザテメを買ったのでそれも紹介します。このザテメは本当は2000円ぐらいのが半額になって1000円ぐらいになってました。これです。シンプルなデザインのメガネ、縁は軽くべっ甲飴みたいな感じの柄になってて、あとはゴールドって感じの色です。でこの細さがすごい細くて可愛いと思って買いました。でもつけたところ見せれないからちょっと首で再現しますはい、こんな感じです。めっちゃ可愛いんですよこれつけると。秋冬はだて目をつけるとすごいファッションに可愛いんじゃないかなって思います。はい、次はこちら、無印良品の良品週間で買ったものを紹介したいと思います。今回はここにずっとあるクッションのカバーを変えたいなと思ってクッションカバーを買ってきました。私はここに3つクッション置いてるので3つ買いました。こちらです。じゃん、これとこれは同じやつで1個だけ違うのを買いました。これとこれはこれ、これを2個買いました。値段は499円。こっちがこれです。で値段が1490円。ずっとこのクッションカバーをリニューアルっていうか変えたくていろいろ探してたんですけど、なんかあんまりピンとくるやつがなくて、でこの今日無印行ったらこれがあってすごい可愛いと思ったし、たまたま良品週間やってて買うしかないと思って買いました。では付け替えていこうと思います。でこのもともとついてたこのカバーは全部フランフランで買ったものです。はい、付け終わりました。こんな感じでこれとこれが同じやつで、これが1個違うやつ。すごい可愛くなった。シンプルでいい感じだなって思いましたね。置くとこんな感じです。ちょっと夏っぽいんだけど、だから冬になったらまたさっきのに戻そうかなって思います。はい、こんな感じで今日はいろいろ紹介しました。もしいいなって思ったものがあったら試してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバーイ。